それでは、クリーガー作曲のメヌエットの練習の仕方について説明します。ですね、この曲は2部形式で最初の8小節目とその次の、16小節のうち8小節は一番最初の8小節が戻ってくるっていう複合2部形式っていう形式です。で、メヌエットっていう題名聞いたらいつもこの形をとってるので、これから先メヌエットっていう曲を取り扱うときは、ああ最初の情報がまた後の方になってきたら戻ってくるんだなっていうのを、頭に入れていると練習する時間も少なくて済むし、いいと思います。で、この曲は、コードネームで処理するとすごく簡単に弾けると思います。一番最初が、Am で、その次が Dm その次が Gm その次が Cm、その次が Fm で、その次が Em で、Em がもう一回来て Am。 これが最初の8小節ね。で、その次の途中のところは Am が来て Dm Gm Cm で Fm Gm Cm でまた最初の Am Dm Gm Cm Fm Em Em で Am で終わりますよね。だからそんな感じで、それをですねこんな風に練習するんですよ。1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3、両方とも和音でね弾くんです。で、それができるようになったら次はメロディー歌ってみてください。こんな感じで全部歌ってみてください。で、右手をですね、歌いながら左の練習とか、左を歌いながら右手の練習とかするといいと思います。で、この曲の一番大切なっていうか難関は1、2、3、4、5、5小節目にあるね、両手の動きがちょっと難しいんですよ。だから両手 left right together right、 こんな感じ。together left right together right、 この手の運びをですね弾く前に練習して、手が打てるようになると後で困らないでいいです。もう一個、ここも難しいかな。14小節目。Together, right, left, together. ですね。Together, right, left, together. これが難関なんです。これがマスターできると、両方で弾くときに困らなくていいと思います。それでは、頑張ってください。じゃあ弾いてみようかな。